Sì, sì, ho capito. Mai. あの、ご挨拶をいただきたいと思います。最初に名誉会長の梶原拓先生、もないもんでして、これは結局歌舞伎で義経をいかに、後のページにございますので、それを一つ読んでいただき、今後のご活躍とこの梶原に対するますますのですね、尊敬の方を我々にお示しをいただき、ご指導いただけることを願って講演会を通しさせていただきます。本当にありがとうございました。先生、お願いします。ご挨拶をいただきたいと思います。